こんにちは、ゆめです。浪人で肥沃の関係になるともらえるアイテムについてまとめてみました。気になる方は参考にしてみてください。肥沃の関係になるとそれぞれ一人ずつアイテムがもらえます。龍馬は似合いの香りで揃え効果の必要数がマイナス1ついています。笹紅用の紅、村山鷹で、臨前たる結人がついています。熊親父の葉巻、ペリー、薄雲太夫の猫じゃらし、薄雲太夫で、貸猫の派遣時間が短縮されます。翡翠の際は高杉晋作、草加家の制約型、草加玄瑞、タイムセーフ、アーネスト佐藤、小さな観音像、桂小五郎。これについている典型の家宝物の幸運アップが結構これいいんじゃないかなと思います。彩色風車、起きた掃除、乙女椿のちりめん細工、篤姫、ふみの各所、杉ふみ、女医の救急箱、楠本稲、西風の面影、千葉さな。もらえるアイテムは今のところ以上です。で、条件がちょっと難しいというか分かりにくい人が少しいて、そちらをご紹介したいと思います。龍馬とかはいろんなところにいるので分かりやすいんですけど、分かりにくい人がアーネスト佐藤、肥沃になるには江戸の三省の方でないとイベントが発生しないです。で、この勝海舟亭、ここに長屋があって、勝海舟亭のここに勝海舟がいるんですけど、こっち走っていってこの階段を上がったところにアーネスト佐藤がいます。よく来てくれた。会えて嬉しい。千葉さなは江戸三省のこの京橋の千葉道場でイベントが発生します。千葉さなは多分二省の方の江戸のここの千葉道場で一回話をしてからじゃないと三省でイベントが出ないと思います。イベント出なかったら二省のこの千葉道場で一回話しかけてみるといいと思います。で、ここにいます。どうかなさいます。あと多分分かりにくいのが篤姫は勝海舟亭にいます。篤姫は江戸の二省だと薩摩藩屋敷にいるんですけど、三省だと勝海舟亭にいます。中入ってお前さんが、うちの部屋のこの奥にいます。なんじゃ、三省じゃないとイベント発生しないです。高杉晋作の肥沃がなかなか慣れなくていろいろとなんか試してたんですけど、多分ですけど、多分この3つ目のイベントをもう一回再生するんじゃないかなと思います。もし出なかったらこの辺の最初の方のイベントをもう一回ここで再生して、選択肢がいっぱい出るん でその選択肢を選ぶと進めると思います。多分この3つ目のイベントだと思います。で、このイベントを再生したら新作は京都に行きます。京都でないとイベント発生しないです。高杉晋作は京都の長州藩京屋敷にいます。
教習班教屋敷入ってここに龍馬いてでここにいます。あんた何のよ。そうか、じゃあな。あと京都にいるのが杉文、養生しとるか。ここにいます。私に来い。杉文も、わかりました。京都でないとイベントが発生しないです。それでは失礼します。ペリーは横浜の横浜貴賓館にいます。横浜貴賓館入ってまっすぐ進んでこの部屋の中にここにいます。俺に何か。また会えた。では話は終わりだ。ちなみにペリーの部屋のこの正面のここの部屋にアーネスト佐藤がいます。ここにいるんだけど記憶のイベントはここでは発生しないです。あえて嬉し。そうかね、別れが惜しいやな。あとここの横浜貴賓館はここに福沢諭吉がいて。話を聞きましょう。福沢諭吉のまたこっちの後ろのここにマーカス・サミュエルがいます。僕に用でも。村山隆はこの遊郭にいます。どこにいるのか場所が書いてないのでちょっと分かりにくいと思うんですけど、遊郭入ってすぐのところにすぐも太夫がいて、よーおいで、話はおしまいでありすな。歩いてあの鍵縄で上に上がってうちの奥の部屋にタカさんがいます。用向きを伺いましょう。肥沃になるともらえるアイテムと人物のいる場所とあとちょっとした条件まとめは以上です。気になっている方の参考になりましたら嬉しいです。見ていただいてありがとうございました。